平田さゆりは日本のスタイリスト、ファッションディレクター。1986年、和光大学人文学部人間関係学科卒業。大学在学中より株式会社マガジンハウスで編集アシスタントを始める。卒業と共にフリーランススタイリストとして活動開始。以後、フィガロハポン、花子アンアン、ターザンなどで活躍。1993年、 株式会社小学館、オッチ総監とともに、スタイリストとして参加。ファッションページ担当のほか、年2回の別冊付録通販ブックで、イタリアにて、雑貨、アクセサリーなどの買い付けを担当。冊子のスタイリングも担う。1999年、インターネットサイトマガジン、www.cafeglobe.com において、ファッションカルチャーのトピックスを発信。 連載コラムを担当。ファッションメーカーなどとコラボレーションし、インターネット上でユーザーの声を反映したオリジナル商品を開発、販売する企画を立ち上げる。2003年7月号より2005年12月号まで、株式会社世界文化社、ミスにおいて表紙並びに関東ページ、連載コラムを担当。パリコレクションを毎シーズン取材。二千五年四月より、日本テレビ、 おしゃれイズムで森泉の衣装を担当。日テレ HP 森泉のファッションチェックで衣装についてコメントを毎週発信し2014年9月放送分までレギュラースタイリストを務める。2018年4月よりフリーアナウンサーうどうゆみこのスタイリングを担当。10月より日本テレビニュースゼロうどうゆみこの衣装をレギュラーで担当。年齢にとらわれることなく コンサバティブな感覚の中に、モード感をほどよく漂わせたスタイリングが得意。単に、コレクション情報に流されることなくトレンドを咀嚼し、されげなく、取り入れた上品なコーディネートを目指す。生きることの楽しさ嬉しさをファッションというツールを通して、表現すること。着る人、一人一人の思考性と個性を大切にスタイリングする、こと。ありがとうございます。